新庄監督、岡田監督にあっぱれ。日本ハム新庄剛志監督は、今季初対戦となる3月に、3日の阪神戦で敵将岡田彰布監督と再会することを楽しみにした。昨年9月に岡田監督がリーグ優勝を果たした直後には、岡田さんの采配、例えばダイソーの使い方とか、野球に対する考え方全般を勉強しながらメモっていたと明かしていた。今春、キャンプでは24日のヤクルト対阪神で、岡田監督が1軍生き残りをかける若手を先発出場させ、近本、佐藤、中野ら主力を途中出場させた選手起用に言及。オープン戦では通常は主力を先発させて、2、3打席で若手に交代させるのが定石の中、盛り上げ方を知っている。みんなうわーとなるから。優勝したタイガースの選手だからこそ盛り上がる。うちはまだそれができないとショーマンシップに感服していた。日本一のチームの監督とパリーグ最下位の監督と一緒にするなよ。新庄よ、いつまでもチンピラみたいな風貌してたら、選手は信頼してついていけんぞ。うちじゃなく、岡田監督は適材適所をわかっている。感服するところは、ショーマンシップじゃないと思うよ。新庄なんて役者が違いすぎるわ。新庄監督のうちにリーグ制覇できればよいけど、まだまだ成長過程でしょう。週末にオープン戦があるから、ジャブ打ってきたな新庄くん。どんでんからコメントを引き出そうとしてるのか？日知りで阪神 VS 日ハムとか、なったら新庄はいろいろ盛り上げるよね。球団が辛抱してくれたらよいのにね、新庄監督は最高です。グランドでバット持ってぼーっとしてるように見えるが、いろいろ考えてるんやろね。やはり新庄、岡田さんのこと尊敬し、参考にしていたのか。新庄監督って感受性が豊かだよな。新庄監督キャンプ中になんか変わったような変わってないような、